こんばんは、アルディです。突然ですが、今回は新車が完成したので、そちらを紹介していきたいと思います。まずはこのコースで挙動を見てみます。今回作ったのは、フロント提灯の MA シャーシ。前回紹介したFMAR の挙動を見てて、使い慣れた MA シャーシでフロント提灯を使ってみたいと思い作ってみました。そしてようやくこの頭が下がる挙動というのを手にすることができました。しっかりとフロント提灯も開いているのがわかると思います。そしてコースに向かって頭を下げていく挙動、これです。これでコースへ無理やりねじ込む。これがやってみたかったんですよね。フロント提灯もしっかり開いて着地と。そして今回は発売されたばかりのカーボンスライドダンパーをフロント、リアともに使っているのですが、とてもいい感じでした。立体レーンチェンジのスロー映像も撮ったのですが、ご覧のように何の心配もなく駆け抜けていってくれます。ちなみにこれモーターはマッハダッシュを装備している状態でした。そしてウェーブもこんな感じで駆け抜けていきます。しかし赤ブレーキで作ったリア提灯がウェーブで思いっきり振られていたので、この辺は素材を含めて改善が必要だと思いました。これからどんどんマシンの熟成を図っていきたいと思います。しかし今回走らせていてちょっと難しいなと思ったのが、この今映像に出ているような頭が下がりすぎてしまう挙動でした。このコースに刺さってしまうぐらいこの頭が下がってしまう場合があったんです。これがね、その同じセッティングの中でもそんなに頭が下がらなかったり、それともこう今の映像みたいにガコーンって下がったりするのがあったので、この辺の調整というのをできるようにしていきたいなと思いました。この辺がブレーキによるものなのか、それともフロント提灯の可動域によるものなのか、この辺のね原因も含めてコントロールすることができれば、レースとかでねじ込んでいかなければいけない時とかのこうマシン制御にもつながってくると思うので、これからねマシンの熟成を図りつつ、この辺の挙動の方もコントロールできるようになっていければと思いました。ほら、もう一回フロントバンパーがコースにワンバンするみたいなね感じの挙動なんですね。
で、マシンの走りもなかなか良くなってきたので、タイムアタックしてみました。16秒フラット。その後、15秒50までタイムを上げることができました。で、ちょっとした興味本位で、この日一緒に走らせていた師匠のパワーソース、電池とモーターですね、を借りて走らせてみました。まあ分かっていたことなんですが、速いモーター、そして管理された電池で走らせると、こんなにもね、自分のマシンの走りが見違えるものなのかと。分かっていたこととはいえ痛感しました。タイムもね、いきなりこの日の私の自己新記録。次にやらなければいけないことは電池とモーター。決まりましたね。